チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、カンボジアの国旗、間違えちゃった、についてです。時々、カンボジア料理のお店に行きます。カエル料理が意外と美味しいと思ってしまったマリナです。海外に行って日本の国旗が飾られていたりしたらちょっと嬉しいですよね。あ、日本知っててくれてるんだ。好きでいてくれるのかなって。日本の国旗は白地に赤丸だから間違いがたいけど、難しい図柄の国もありますよね。似てるけど違うものだったらちょっとがっかりですよね。適当なんだなーって。去る10月21日に行われた即位礼、正殿の儀。儀式だからそれに関わるしきたりも大変だったと思います。宮内庁の皆さんお疲れ様でした。国賓を多数お迎えして、パーティーやって、友達の結婚式で、席次決めるだけでも大変そうだったし、パーティーは大変そう。外務省の皆さんもお疲れ様でした。きっと、国賓をお迎えするにあたり、ご苦労があったと思います。そこで、そういう、国賓をお迎えするにあたってのルールみたいなもの、あるのかなって思って、探したらありました。しっかり外務省のホームページに。外務省、ホームページより、海外のお客様を迎えるためのエチケット、プロトコール、海外のお客様を迎えるための服装や席順など、国際的な基本儀礼やエチケットをご紹介します。国際儀礼、プロトコール。1、プロトコールとは国家間の儀礼上のルールであり、外交を推進するための潤滑油。また、国際的、公式な場で主催者側が示すルールを指すこともある。2、プロトコールの精神は、国の大小に関係なく、すべて平等に扱う国の大小で序列を決定しない。例、駐日大使の序列は、着任順が原則、誰もが納得するルールに従う無用の誤解を避け、真の理解を促進するための環境づくり基本は、先方、問う方どもに不快な思いをしないような配慮。3、基本ルール選任者優先、先着順、原則として右上、国旗の並び順、自動車の座席など。国旗。国旗は国の象徴であり、国旗に敬意を表することは国際社会の基本的なマナーである。右、向かって左、上位が原則、日本では相手国旗上位。国連基準サイズ、縦、横、2、3、英国、ネパールなど例外もある。1、国旗の取り扱いの基本、以下のような形容は原則行わない。破損、汚れた国旗の形容。雨天、日没後の形容。国旗と、団体旗の併用。2、複数国の国旗の形容は、2カ国の場合日本では、外国に敬意を表すという意味から、右、向かって左、上位に外国国旗を、左、向かって右、下位に日本国旗を形容する。なお、自国旗を優先して上位に形容する国、アメリカ合衆国、カナダ、フィリピンなど、もある。プロトコールでよくあるご質問、国際儀礼の基本講座。9、国旗を取り扱う際に注意すべき点を教えてください。A、国旗の取り扱いについては一般的に。1、国旗は国家を象徴して形容されるものであり、汚損したものを使用してはならない。2、ポールに形容する場合、常にポールの最上部に接して、掲げなければならない。また、三脚などを使用する場合は、国旗を地面につけてはならない。3、日本国旗と外国国旗を同時に掲げる場合、大きさ、ポールの高さともに同一とする。4、自国の国旗を掲げることなく、外国国旗のみを形容してはならない。など、国旗を取り扱う際には、以上のような点に気を配る必要があると考えられます。国旗一つ、取り扱うにもちゃんとしなければいけないんですね。こういうことを、しっかりやれる。世界で一人のエンペラー、天皇陛下の儀式に、海外か国王など国賓を招き、恥ずかしくないおもてなしができる。それが、一流国家、日本です。誇りに思います。さて、このようなタイトルのニュースを見かけました。3アセアン首脳会議記念行事に、
デタラメなカンボジア国旗。2019年11月15日の朝鮮日報からです。今月25日に釜山市で開催される、韓国、ASEAN、東南アジア諸国連合、特別首脳会議を記念するため、最近行われた、釜山市 ASEAN ロの除幕式で、韓国政府の誤りにより、デタラメなカンボジア国旗が掲揚されていたことが14日までに分かった。しかも韓国政府は、行事の5日ほど前にカンボジア側から、間違って描かれた国旗が掲げられた、と抗議を受けても、これを改めなかったことが判明した。外交省即筋によると、今月11日に ASEAN の除幕式が行われた際、イベント現場の各所に誤った図柄のカンボジア国旗が掲げられた。本来のカンボジア国旗は、黒の直線で階段を描いたアンコールワットの図柄が中央にある。ところが11日のイベント会場に掲げられた国旗には、アンコールワットの階段の直線がきちんと入っておらず、一部の直線は黒ではなく赤で引いてあった。11日の除幕式は、韓国外交部のカンギュン課長官、釜山市のオゴドン市長、ASEAN10 カ国の中間大使が出席する、大規模な公式行事だった。韓国外交部は、次官クラスの会議で、ひどくシワだらけの対局旗を掲揚し、大変に恥をかいた。今回の行事の最終責任も、外交部が負っている。外交部のキム・イン・チョル報道官は、14日の定例ブリーフィングで、とりあえずは外部の機関の事案について、我々が背景の把握を行っているところ、そして、外交部の綱紀の緩みと直接つながるというのは、ちょっと正確ではないと思う、とコメントした。何も言うことはありません。カンギュン課長官、久しぶりにその名前に触れました。大変ですね。ガンバ。プロトコール学びましょ。日本国外務省、ホームページ。プロトコールでよくあるご質問、国際儀礼の基本講座、へどうぞ。カンボジア料理店で、ぜひとも食べたいのは、デザートのドリアライス。最近は、なかなかないので食べられないでいる、マリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。